こんばんは。9月30日水曜日、ニュースをお伝えします。まず主な内容です。中国は明日から8連休を迎えます。今年の大型連休は大都市を中心に人の移動が急増するだろうと見込まれています。中国ではこの大型連休期間、消費が去年の同じ時期の7割にまで回復するだろうと見込まれています。番組の後半はトップハイライトのコーナーです。9月30日は中国では烈士記念日です。習近平主席ら国の指導者は各界の代表とともに天安門広場で人民英雄に献花を行いました。外交部の汪文斌報道官は29日北京で、中国はサイバー攻撃の主な被害者であり、その最大の発信源はアメリカであると指摘しました。以上が今日の主な内容です。はじめに、中国では10月1日から8日間の大型連休となります。この間、大都市の交通機関を中心に人の移動が急増すると見込まれています。連休中、上海のホンチャオ国際空港とホトウ国際空港の1日あたりの航空機発着回数はそれぞれ750回と900回に上り、旅客数はピーク時にそれぞれ13万人に達するだろうと見通されています。関係筋によりますと、この連休中、上海の空港から向かう人気の目的地は観光資源が豊富で、季節的にも過ごしやすい重慶、昆明、三亜などとなっています。なお、長引く新型コロナ対策を背景に、中国経済の安定した回復と消費者マインドが少しずつ改善されています。上海の2カ所の空港を利用する旅客の人数は、いずれも去年の同じ時期のレベルにまで回復してきているということです。中国旅遊研究院が先週末に公開したデータから、10月1日から8日までの国慶節、中秋節の連休中、消費が去年の同じ時期の7割にまで回復するだろうと見込まれています。9月中旬現在、全国ではおよそ 76% の旅行者が営業を再開させ、中でも団体客向け業務は例年の4割ほどにまで回復しています。星ランクのつく格付けホテルは経営回復のテンポを早め、9421社が創業を再開させ、全般的な再開率は 91% に上っています。中国の西南部にある雲南省昆明市は個性豊かな街づくりを進め、大勢の観光客を引きつけています。また重慶市は市民や観光客を現地に引き止めるため、音楽、グルメ、文化祭など100余りの行事を行うということです。続いてはトップハイライトのコーナーです。9月30日は中国では烈士記念日です。30日午前、習近平主席ら国の指導者は各界の代表1800人余りとともに天安門広場で人民英雄に献花を行いました。2014年8月、中国は9月30日を烈士記念日に指定する法律を採択したのに続いて、2018年4月国が首都北京の天安門広場にある人民英雄記念碑の前で記念行事を行って、烈士を偲ぶ法律を正式に採択しました。外交部の汪文斌報道官は29日北京で、中国はサイバー攻撃の主な被害者であり、新型コロナの流行期間にも多くの攻撃を受け、その最大の発信源はアメリカであったと指摘しました。先ごろ発表された2020年上半期の中国サイバーセキュリティ観測データ分析報告書は、中国をターゲットにした海外からのサイバー攻撃は増加の一途をたどっており、アメリカが最大の発信源となっていることを示しました。汪報道官は、報告書では中国の産業用制御システムに関するネット上の資料に対する海外からの探知・検索回数は1日に平均2万回を超えている。エネルギー、製造、通信などの重点業界と接続している産業用制御設備とシステムに及んでいる。
他の類のサイバー攻撃に比べれば、このような偵察行為には明らかに色濃い政府系の背景があるとしました。中国インターネット情報センターが29日に発表した中国インターネット発展状況の統計報告によりますと、2020年6月現在、中国のインターネット利用者の規模が9億4000万人に達し、3月に比べて3625万人が増えました。またインターネットの普及率も3月時点よりは 2.5 ポイント増えて 67% に達し、中でも 30.4% の利用者が農村部で暮らしています。一方、携帯電話からインターネットに接続する人数は9億3200万人に達し、3月より3546万人増え、ネットユーザーが携帯電話から接続する割合が 99.2% に上り、2020年3月と横ばいということです。第3回中国国際輸入博覧会輸入博は11月5日から10日にかけて上海で開かれますが、第4回輸入博の企業・商業店への出展申し込みの受付が28日に始まりました。対象となるのは中華人民共和国大陸部の関税領域以外で合法的に登録された法人企業です。海外で生産される商品または提供されるサービスのみが展示対象になるということです。第4回輸入博は技術設備、消費財、自動車、食品と農産物、医療機器と医療保険、サービス貿易の6つの展示エリアを設けています。これまでのところ、韓国のヒョンダイ、日本の資生堂、フランスのミシュランなどの多国籍企業が中国国際輸入博覧局と3年間の協力覚書に調印しています。以上、今日のニュースを翔英がお伝えしました。